減税恩恵受けられない世帯に子ども1人当たり5万円追加給付などの支援へ。経済対策の柱として実施される定額減税をめぐり政府、与党は減税の恩恵を受けられない世帯に子ども1人当たり5万円を追加給付するなどの支援を行う方針を固めた。住民税が非課税となる低所得世帯には給付済みの3万円に加え7万円が給付されることになっているが、住民税がかかっていても所得税はかからない低所得世帯にも10万円を給付した上で18歳以下の子ども1人当たり5万円を追加する。所得が増えて減税が受けられるようになっても給付金の返還は求めない方向。また減税分より納税額が少なく1人当たり4万円分が減税しきれない世帯には1万円単位で差額を給付して補う。7万円給付年内困難 62% 47市区調査準備追いつかず。都道府県庁がある47市区の 62% に当たる29市は低所得世帯向け7万円給付の年内開始を困難と見込んでいることが9日共同通信の調査で分かった。岸田文雄首相は年内を目指すと公言したが、国の補正予算成立が11月下旬となり準備が追いついていない。開始できる見通しは 17% の8市区だけ。物価高対策の一つで政権浮揚効果も狙った給付事業は空回りの様相だ。21% の10市は現時点では答えられないとしており、年内に開始できない自治体は増える可能性がある。47市区以外の全国自治体でも開始時期がばらつきそうだ。調査では京都市や高松市など29市が年内に開始できない見通しと答えた。7万円給付の財源約1兆円を持った国の2023年度補正予算は11月29日に成立。各自治体は以降議会手続きや申請書類の印刷、発送などを進めることになり、大分市はスケジュールが非常に短いとした。給付事業はいつ時点の住民を対象にするかが重要となる。国は11月下旬になって12月1日時点の住民データに基づき支給対象世帯を抽出するよう自治体側に連絡した。低所得世帯一律10万円給付、子ども1人に5万円追加。政府が経済対策で打ち出した低所得世帯向けの給付金の全容が12日判明した。所得税は納めていないが一定以上の収入があれば課される住民税の均等割だけ納めている世帯にも一律10万円を給付し、18歳以下の子ども1人当たり5万円を上乗せする。所得税と住民税の両方が課されない世帯と同水準とし、収入によって給付額に差が出るのを避ける。2023年度予算の予備費を財源とする方向で調整し、24年23月をめどに給付を始める。均等割だけ納めている世帯に属するのは約500万人と政府は推計する。住民税には均等割の他に所得割があり、均等割が課される水準よりも収入がさらに多いと所得割も納めなければならない。所得税が課される収入の水準は一段と高い。物価高の影響緩和を狙った給付金の制度づくりでは、均等割だけ納めている世帯への支援をどうするかが論点として残っていた。政府は所得税と住民税を合わせて1人当たり計4万円の定額減税を24年6月から実施する。政府が経済対策の一環として低所得のため所得税は納めていないが一定以上の収入があるときに課される住民税の均等割を納めている世帯に一律10万円を給付することが分かった。さらに18歳以下の子ども1人当たり5万円を上乗せする。これまで所得税と住民税の両方が非課税の世帯には7万円の給付が決まっています。2023年3月に3万円が支給済みですので、合計10万円。この額と同水準にするということです。ちなみに5万円の上乗せは所得税、住民税の非課税世帯も対象です。実際の給付は2024年2月から3月になるそうです。政治担当記者。
低所得家庭には朗報だが、ギリギリでその収入ラインより上で所得税も住民税も徴収されており、恩恵に預かれない世帯からの不公平感が伝わってくる。わずか数万円の収入差で10万円プラス子供1人5万円が給付されるかされないかが決まってしまうからだ。ニュースサイトのコメント欄には、必死で働きある程度の税金を納め、子供もそれなりにできるだけのことをして育ててきたけど決して裕福でもない中、それでも頑張ってきたな、とでも最近いろいろと不公平感を感じる自分がいます。ボーナスでは総支給の 25% は税と社会保険料が引かれました。低所得層が物価高の影響を受けやすいでしょうが、不公平感が募ります。大変なのはそういう人たちだけじゃないよ。年収300万くらいだけど毎月保険や税金やなんだかんだで4分の1ほど引かれる。手取りなんてわずかだよ。サラリーマンとして必死で働き、それなりに税金や社会保険を引かれながらもなんとか切り盛りしながら家族を養っている我々には何の報いもないのでしょうか。とやり場のない意見が書き込まれた。また。現実的ではないのは分かってはいますが、どこかで線引きをせずに所得税と同じように累進課税のように給付できるといいのですが、コストが合わないんでしょうね。といった制度に対する疑問も上がっていた。高齢者には預貯金を多く持つ方がいます。そうした方々にも非課税世帯として給付していいのかという議論もあります。2024年6月からは所得税と住民税を合わせて1人当たり計4万円の定額減税が実施されますが、岸田文雄内閣の一連の経済政策は国民の間に不公平感をもたらし、さらに言えば分断させてしまう心配もあります。